ございます。今日なんですけど、私主にレジンを使ったアクセサリーのデザインだったり作り方などを紹介しているんですけど、よく YouTube や Instagram のコメントで作る上での細かな質問だったり、あと道具の使い方などさまざまな質問をいただきます。すぐにお答えできるものは動画の冒頭だったり作っている最中にちょこっとお話できていたんですけど、どうしても作り方がメインになってしまうのでお答えできていない質問がいくつかあります。ということでタイトルにもあったんですけど、これを機に皆さんからの質問についてゆっくりお答えする動画を作ろうと思いました。なのでこの動画のコメント欄で質問を募集したいと思います。普段アクセサリーを作っている方も、これからレジンを始めてみたいなって思っている方も、あとは自分では作らないけど興味はあるなっていう方も、ぜひぜひ私のお伝えできる範囲で皆さんと共有できたらいいなと思ってます。例えば最近の質問であったのが、この着色に使う調色パレット、これの使った後の片付け方だったり、あとはワイヤーを使ったアクセサリーを作るときにどうしたらワイヤーからレジンがはみ出さないで作れるのかとか、そういったことに対して私流ではあるんですけど、こんな風にやっていますよっていうのをお伝えしたいなと思ってます。ここだけの話、私のやり方を皆さんにお伝えした後に、私はこうしていますよとか、この方法もめちゃめちゃいいらしいよっていうコメントを私が見たいなっていう気持ちも実はあります。もしかしたらそっちの方がためになることがあるかもしれません。なのでだいたい質問期間は1週間くらいかなと思っていますが、些細な質問でも構いませんので、いつでもお待ちしてます。今日はこれだけの動画なんですけど、またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。